はい、皆さんこんにちは。今日はですね、リクエストも多かったんですが、 OA プロダの iPhone XS Max 用でですね、改良型っていうのがね出たんで貼ってみたいと思っています。何がね買ったんでしょうか。それではいきます。はい、それではね、パッケージ開けていきます。まあ、あのパッケージ自体はね、もういつものね、感じなんでね、まあそんなにね説明するところはないんですが、まあ一応内容物ね見ておきましょうかね。で、まあ内容としては、まあこの取扱い説明書と、まあ、あとはこれ本体ガラスフィルムと、まあそれにこの枠ですよね、1ギメ枠、これがまあ、おそらくセンターしっかり出したっていうねことなんでしょうね。まあ、それと取り付けキットと、まあ、ざっとねこんな感じの構成になっておりますね。まあ、この前のやつではね、枠が少し左にずれるとかっていうね、まあ、話があったりして、まあ、実際ちょっとそういう傾向があったんですけどね。で、それではね、これ貼っていきたいと思いますけども、まあ、付属品中身はね、まあ、ほぼ同じだと思います。まあ、一応ねチェックしますと、はい、こんな感じで、マイクロファイバー系のドライとですね、あとはホコリ取りシールとウェットの、このね、クリーナーというね、まあ、そんな構成になっております。で、このところ貼っていた樹脂フィルム、まあ、これ結構ね、軽くてね、個人的には気に入ってたんですが、まあ、OA プロだね、試したい部分もあるんで、まあ、今回は剥がしました。で、こちらのウェットクリーナーで拭いていきたいと思います。で、結構ね、樹脂フィルムってちょっと内側に寄ってるじゃないですか。だからね、外側のこのエッジのところ、まあ、特にノッチがね、ノッチ形状にまあ少しね、ホコリとかが溜まってるんで、まあ、ちょっと丁寧にやりましたけども。で、ドライのマイクロファイバーで、まあ、ささっとね、拭いたというね、感じですけどね。まあ、このあたりね、まあ、人によって、丁寧度は変わってくると思いますね。で、こちらのホコリ取りのシールペタペタペタとねやっておきましたけどね。最近はまあお風呂場でねやることもね減りました。まあなんかね、スピード勝負でやればね、まあ普通の室内でもいけるのかななんていうね感じでですね。それでお次は1ギメ枠の方をねはめてみたいと思います。結構ねガチッとタイトなんですね、これね。まあそれで、まあ一応ねこの縁の部分やっときました、ペタペタっと。で、ガラスフィルム本体ですけどもね、これがねなんかここのなんていうのセンサー部分のね形状が少し黒い縁取りが変わったみたいですよね。これがね一定だったような気がするんだよな、前のちょっと後で見てみますけども。はい、それで、最後ねこの少し一応やっておきましょう。これ今ちょっと説明してる間にね、ホコリが少しね、溜まったんで。それで、こっからはもうね、スピード勝負ですよね。はい、それじゃあね、一気にね、これ剥がして貼っていきたいと思います。もうとにかくね、ここで、この剥がした状態で持ってると、ホコリがね、寄ってくるんでね、もうペタッとすぐに貼ってしまうのがポイントでしょうかね。はい、ポンとやるとね、一気にじわじわじわっと、こう密着ねしていくわけですね。ちょっとうまくじわじわっといった感じが取れてなかったですね、すいませんけども。で、あとは少し浮いてる部分をねこう押さえつける感じで、まあこれでね、まあ、ほぼほぼ OK なんじゃないかと思います。この辺がちょっとあれだね。はい、貼り付けね終わりましたんで、枠の方をね取り外しました。はい、これでね完成です。この辺りがちょっと気泡が残っていますが、まあこれ徐々にね減っていくでしょうね。まあ後でまた圧着をすればいいかなってとこですけどね。で、様子の方をね見ていきます。で、このね下のところ一箇所だけねちょっとホコリ入っちゃったのかな、これ、まあ、これはまあしょうがねえやいいやってとこですけど。で、この上の方とかね、綺麗に貼れています。まあさすが OA プロだというねところですけども。で、肝心の改良前のやつはね、ここが結構尖っててね、指に触る感じですけどね、これはねなんか体感としてはね改良されてる感じがしますね。うん、
それでまあ断面をお見せすると、まあ確かにねとんがりはねなくなった感じはねありますけど、まあただねラウンドエッジっていうほどのものではなくてね、まあほぼほぼこう角の取れた、まあ、垂直みたいな感じでしょうかね。で旧型との違いを見てみましょう。でまあ先ほど申した通りね、ここの角っこのね引っかかりはねかなりなくなったとは思うんですけどね、それ以外何が違うんでしょうか。でこれ旧型見るとね、まあここ確かにね前は尖った感じがしてたんですよね。でここのねあのセンサーの部分がねちょっとねこの縁取りの形状が変わったみたいですけどね、うん、少しね広くなってましたよね。でちょっとね大きさがなんとなく違うような気がしたんでね、重ねて見てみたいと思います。うん、これね重ねるとねやっぱりね大きさ違いますね。どうやらこれね今二重になってますけどね、少し旧型のは大きいみたいですね。うん、これだからなんか一回り小さくしたっていうね、感じでしょうかね。でノギスの方で寸法をね測ってみると、これ旧型が 72mm 幅だったんですよね。それで、新型の方がねどうかというと、もうこれ貼っちゃったからギリギリこうこの段差をね探って測ると 71.3 ですからね、少しね内側に持ってったっていうね感じなんですね。で手触りの方なんかはね、確認すると、まああのこう触ってみるとねあのタッチはね全く問題なくてね、まあ、手触りもねいい感じなんですけどね、うん、これだったらねあのここも引っかからないしいいんじゃないでしょうか。で旧型とのね手触りも比べると、まあ食感的にはね同じかなっていうね、こんな印象ですよね。でケースとのね干渉具合を見てみます。でこれは純正のシリコンですけどね、最近だとね純正シリコンが一番内側に入ってるようなねケースに、まあ、なっておりますけども、でこれちょっとやってみます。うん、でパチッと入れて、あ特にね干渉とかねないみたいですね。うん、このよくねこの左の下とかにねなりがちな感じがありましたけどね。で上の方も特に問題ないというね感じでね、まあこの純正のシリコンで干渉がなければね、まあ基本的にはね他のケースとの干渉っていうのもね、まあないと思っていい感じですけどね。で一応位置関係見るとねこんな感じですね。まああの少しね内側に入ってますよね、 0.5 ミリぐらい内側に入ってんのかしらねこれね。まあそんな感じで、まあ安心して使えそうですね。まあ一応手持ちのケース、まあ一通り入れときましょうかね。これはスティールというねところですけども、うん、これも干渉は特にございませんね。うん、問題ないですね。でお次はアディダスのやつ、このホルダー付きっていうかね、これもね問題ないですね。これまあまあ開いてんですよね外側に。でモシのケース、これもねはめてみると、うん、特に問題ないですね、大丈夫ですね。でこれスリムフィットっていうやつ、これもね問題ないですね、全然、うん、大丈夫です。で最後まあこれはね、まあ、ピタカはねもう干渉するフィルムなんてほとんどないんで問題なかったですね。で重量の方ね一応まあ測っておきました。でフィルム単体では測れないので、まあ、これねトータルで測ると 218g ですからね、 10g ぐらいなんですよね。はい、ということでね、まああの 10g ねやっぱりガラスだとね、まあ、重くはなるんですけども、まあ、やっぱりねこの透過度とかね、まあ、段違いにねいいですよね。やはりね樹脂フィルムはね多少透過度がね落ちますからね、まあ、軽さを取るか透過度を取るかというところでね、ガラスフィルムだと透過度がいいというねところですよね。ね、まあ、しばらくねこれを使っていきたいと思っていますけどもね。ということでね、まあ、改良型、まあ、の改良するべきところはしているようですよね。まあ、ただちょっと、ね、内側に入ってたのがね、これは改良する必要があったのかって気はしますけども、ただまあ一気目枠の、まあ、センター出しとかね、まあ、あとは密着度その他、角っこですね、まあ、改良されていると言えるんじゃないでしょうか。まあ、こちらね、まあ、安心して買えるものではないでしょうか。それではまた。
この動画が面白いなと思ってくださった方はいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。